M100 は、髪の毛座にある、渦巻き銀河である。乙女座銀河団に属している。M99 に似ているが、渦巻きの方向が逆になっている。合計6センチメートルの望遠鏡で丸く、星雲状に見える。10センチメートルでは星に似た角とそれを取り巻く、星雲を見ることができる。マラスは、合計10センチメートルで、M33 のミニチュアであると記している。 合計20センチメートルで、スミスの言う、球状星団のような姿を見ることができる。また、条件が良ければ渦巻きも確認することができる。合計30センチメートルになると腕を、はっきりと確認することができる。近くには、NGC4328 などの銀河が見えて、くる。1781年3月15日に、ピエールメシャンによって発見された。 M98、M99、M100 は、メシャンによって同じ日に発見された。シャルルメシエは、星のない星雲。先行するアンドロメダの耳にあるのと、同程度の明るさ。M98、M99 とともに、ほの星なので非常に醜い。天候が良い時、または、四五線通過の時だけ見えるとした。ジョン・ハーシェルは、中心は明るく、そこには、 星の群れがあるように思われるとしている。スミスは、星雲で真珠色。周囲から次第に中心部が明るくなっているので、球状星団を思わせる。視野では、星雲の周囲に小さな4個の星が見え、他に、小さな尾光が交点となって見えるとした。ロス教は、過剰。中心部が光り、り惑星上星雲のようとした。ロベールは、写真撮影で、 過剰性運であることを、はっきりと確認した。1901年と1914年24、等級程度の超新星が撮影され、それが1917年に、カーティスによって確認された。ありがとうございます。